乗っ取られたのはニューオプティン発特急04840便。東部過激派青の団による犯行です。そいつらの要求は何だ？現在収監中の彼らの指導者を解放すること。ありきたりだな。で、本当に将軍閣下は乗ってるのか？今確認中ですが、おそらく。困ったな。夕方からデートの約束があったのに。たまには俺たちと残業デートしましょうや。ここは一つ、将軍閣下には尊い犠牲になっていただいて、さっさと事件を片付ける方向で。バカ言わないでくださいよ大佐。乗客名簿上がりました。ああ、本当に家族で乗ってますね、白露のおっさん。まったく、ここの情勢が不安定なのは知ってるだろうに、こんな時にバカンスと。ああ諸君、今日は思ったより早く帰れそうだ。鋼の錬金術師が乗っている。兄さん起きて。兄さん、おい起きろ。こらこの、ちっとは人質らしくしねえか、このチビ。なんだ、文句あんのか？あ？てーれがミジンコとちびか！俺たちの他に機関室に2人、一等車には将軍を人質に4人。一般客車の人質は数箇所に集めて4人で見張ってる。あとは？本当にこれだけだ！本当だって！しょうがない。上から攻めてみるか。どうだ、アル。はいはい。君たちは一体何者なんだ？錬金術師だ。バルト、後部車両からの連絡が途絶えた。誰か乗ってやがる。バカだ、俺は全員片付けたし、外部への通信も抑えてある。乗客は助けを呼べるはずは。ネズミだ、上を見てこい。うわー、不発不発。いたぜ、20日ネズミちゃん。あれ、こいつら落っことしちまうか。眼中にないってか、こいつ。面白いじゃねえか。おい、こら。ま、さっさと片付けちまおう。くそ、誰が。バルト、ネズミどころじゃねえ。ふん。おとなしく人質を解放し投降するならよし。ふん。これで終わりだ。そんな。きしゃ、覚えてろよ。オートネイル仲間？こんな小僧に。なんだ、安物使ってんな。あ？
おい、こら。ダメだ。ふっ。親父。俺がやってやる。ふざけんな。妙だな。なんだってんだ。出てけ。嘘だろ。ふん。犯行グループの皆さん、おとなしく人質を解放し投降するならよし、さもなくば強制排除させていただきますが。ふざけやがって。何者か知らんが、人質がいる限り我々の敗北はない。あらら、反抗する気満々。残念、交渉決裂。兄さん、どうすればいい？行くぞ。この程度のことも片付けられないのかね。今のうちに降伏することを考えておけ、ケスどもめ。バカめ、俺たちを甘く見たな。俺に敗北はない。やるしかねえ。てか兄さん。ふん。見せてやれ。何？いや、鋼の。あれ、大佐、こんにちは。ふぅ、カズラら放っときゃよかった。相変わらず釣れないね。お貴様、怖っ。畜生。大佐、お下がりください。や、これでいい。まだ終わってねえぞ。ふん。うわっ。そこ、くしゅ。手加減しておいた。まだ逆らうというなら次は消し済みにするが。てめえ何者だ。ロイマスタング、地位は大佐だ。そしてもう一つ、炎の錬金術師だ。覚えておきたまえ。やあ、元気そうだね。へえ。これが君の任務だ。私は忙しいのだが。つまり。何？おい、こら。バカめ、俺たちを甘く見たな。誰か乗ってやがる。クソ、誰が。俺に敗北はない。まだ終わらせねえ。チクショー。チッ、オラよ。おう。し、止まれ。見せしめだ。はあ、くたばれ。おらよ。
邪魔をするな。止まれ。おら。そこ。なんだってんだ。俺がやってやる。おい、こら。歯向かうとはいい度胸だ。はっ、神のご意志だ。おい、こら。妙だな。ところで、俺がやってやる。おい、こら。妙だな。ん、誰だっけ。あ、ああよし、おう、ほらよ。次はおそらく見せしめだ。俺に敗北はない。ふん。次はおそらく、よし、ほらよ。俺に敗北はない。まだ終わらせねえ。兄さん、どうすればいい。おお、俺はもっともっと強くなりたい。よし、おう、ほらよ。どけ。おう、ほら。どうなってんだ。おら。おい、俺がやってやる。なんだってんだ。な、神のご意志だ。どうなってんだ。次はおそらく貴様。クソ、誰が。おい、何。妙だな。おい、まだ終わらせねえ。抵抗するな。くさばれ。ふん。貴様、無駄口叩くんじゃねえ。抵抗するな。よし、
次はおそらく。まさか。はあ。ええ。やりましたね。バカめ、俺たちを甘く見たな。歯向かうとはいい度胸だ。次はおそらく。何が知りてんだ。いい度胸だ。ちくしょう。なめるなよ。次はおそらく。ほらよ。なんだってんだ。これが君の任務だ。はっ。ああ、はあ。承諾できません。ええ。嘘だろ。ちっ。どうなってんだ。ふん。邪魔をするな。なるほど。邪魔をするな。ちくしょう。私は忙しいのだが。クソ、誰が抵抗するな。まだ終わらせねえ。そうなの。ああ、ああ、ええ。ちくしょう。まだ終わらせねえ。あれ？ああ、ついでに言っとくと。あ、兄さん。嬉しいな。ところで、